こんにちは。今日は SNI 自転車部が何を目指してどんな活動をしているのか紹介します。お、早速自転車部メンバーが走ってきましたね。楽しそうですね。でもただ遊びで自転車に乗っているわけじゃないそうですよ。地球温暖化が進む中で少資源低炭素の生活法として自転車を使おうと呼びかけています。これが世界の人々の当たり前のライフスタイルとなるような新しい文明を作ることを目指しています。そういう人が増えて、その行動が巡り巡って紛争がなくなり、平和が実現することを願っています。自転車から平和をですね。そのためにどういうことをしているのかメンバーに聞いてみましょう。私は高校3年間自転車通学をしていました。お天気のいい日に遠出を楽しんだり、お買い物を楽しんだりしています。自転車で通勤してます。なるほど。日常生活の中で楽しんで自転車に乗ることが活動だなんて簡単ですね。自転車や買い物に活用するだけでなく、自転車好き同士で一緒に坂を登るヒルクライムや、自転車とゴミ拾いを組み合わせたクリーンサイクリングもやっています。その様子をインターネットで世界中のメンバーが共有することで、喜びがどんどん広がり、新たな活動のアイデアも生まれています。自転車部のメンバーに自転車に乗って良かったことを聞いてみましょう。松本さん、自転車に乗り始めて良かったことは？日々の生活が楽しく有意義になりました。時間が空けば家でゲームをしているだけでしたが、今では自転車で外に出ています。山下さんはどうですか？自転車通勤を始めて運動不足が解消されました。また当たり前のことに感謝しつつ、自然を感じながら通勤することができるようになり、仕事に行くのがさらに楽しくなりました。なるほど。車や電車よりもずっと自然を意識する時間が増え、自然との一体感を感じる機会が増えますね。とても健康になりました。1年間の自転車通勤往復約12キロで、体重が70キロから60キロに10キロ減りました。玄米食も併用しましたが、これは30年前の体重です。次に血圧が下がりました。160ぐらいあって薬飲んでいましたが、今薬なしで120、30です。次にメタボから解消されました。それまでは92センチ、今は79センチ。これは段ボールの実測です。これがこうなりました。皆さんもぜひ自転車乗ってください。すごい。肉体がより健全になることで、長くこの世で巧妙化運動ができるんですね。でも都会と郊外とでは大きく環境が異なります。それぞれどういう利用法が良いか、2名の自転車部メンバーにインタビューして聞いてみましょう。週にですね、5回から6回ぐらい、たまに雨の日も乗ったりします。ドライバーの方ですとか、こう向こうからやってくる自転車の方となるべくこう目を合わせるように走ることにしていまして、こうお互いにこう認識できる。で、万が一その目が合わない場合もこちらのことを認識されてないんだなというふうにこう感じることができるので、相手が車だったら少しスピードを落として危険をなるべく回避するように心がけています。雨の日に気をつけているのは、あのマンホールの上とか、あとはそのまあ綺麗な白線の上を走らないように、あの気をつけています。思っている以上に滑るんだなということを体験したことがありました。サイクリングロードですと見通しがとてもいいので、その直線上だけ気にしていると集中して走ることができるので、とてもサイクリングロードは走りやすいなというふうに思っています。職場から家まで河川敷を走る
ようなコースをあえて作ったりもします。こう街並みを感じながら、あ、これからこんなところ走るんだということをこう想像しながら、ワクワクしながら、うん、その目的地まで行けるっていうのは車よりもこう、利点があるんではないかなというふうに思ったりします。私はその外でペットボトルをこう極力買わないようにしていて、まあ、ただの水だったりポカリスエットだったりするんですけれども、繰り返し使えるその自転車用のボトルを使うようにしています。自転車に乗ることによってその丁寧に生きることができるようになったなというふうに思います。なるほど。交通量の多い都会では安全第一で自転車を活用することが重要ですね。また輪行を覚えれば移動可能な範囲も広がりますね。続いては田舎で自転車を活用しているこの方にインタビューしました。見える世界が変わってきますね、確実にね。歩くのと自転車と車では全然見えるものが違うから、それは大きいよね。最初はすごい不便だ、嫌だと思ってるのが不便じゃなくて嫌でなくなって、そしてやっぱり自分は自然の中の一部だということが分かって、それが嫌だと思わなくなるね。で、都会いると広告が目につくんでしょ、ね、広告ってのは人間の作ったものだから、適当にアレンジしてあるけど本当の情報じゃないわけ。みんなそれを判断の材料にしてやっていくから、それは人間の判断を超えることができない。そういうところが今危ないところだと思うんだよね。みんながインターネットもそうでしょ、いろんなものがヒットして情報出てくるけれども、みんな人間が作ったものだからどっかおかしいんですよ。みんな本物じゃない。自分の頭で理解したことしかやらないし、またインチキの情報もいっぱいあるから、人間が自然に近づいてちゃんと本当の情報を得て判断するようにならないと、かなりやっぱり危ないっていうような気がしますよね。何を準備するべきか、天候を見て季節を見て、そういうことを都会はしなくていいわけですよ。最悪の時には土砂降りになったら傘を買って、ね、100円の傘を買ってそれで済む、そういう生活をしているとやっぱりどうしても大量の無駄が出てくるんだろうと思うんですよね。で、工夫しなくなるので自然を見なくなる。最初はやっぱり1回で登れなくて1回か2回ぐらい休んでたのかな。続けているうちにだんだん行けるようになって、オフィスを着くだけじゃつまらないということで、じゃあ牧場へ行こう、さらに天女山行こうというようにエスカレートしてジョギングよりももうちょっと運動量があって、まあ気分もいいし、いろいろ山も、肌で感じられる、そういうメリットがあるので今は欠かせられないというところですね。自転車に乗ると見える世界が変わり、自然との距離が近づいて、自分は自然の一部だと実感できること、田舎の不便さが自然と共生する工夫を生み、それが自然界へ愛を与え返すことにつながるのですね。私たち SNI 自転車部はこれからも自然の恵みに感謝しつつ、世界中にいるメンバーと共に日々の生活に自転車を活用し、新しい文明を目指して走り続けます。